両原市は中華人民共和国吉林省に位置する地球市。両原市は吉林省南部東両河上流に位置する。市内は丘陵地区により構成され東高制定の地勢となっている。温帯搬出順門数気候に属し、年降水量750ミリメートル、年平均気温摂取4.5度、1月の平均気温摂取17.9度、7月の 平均気温摂氏22.8度。古代においては、高栗の北辺にあたり、新代は、聖教の狩猟場に指定され、一般の立ち入りが禁じられていた地区である。新末に、近地を破り大量の漢族が満州へ移住し、安城という人口4から5000人の集落が、形成され、1902年には、法天省管轄の西安県が成立。 現在の両元の基礎が築かれた。1948年に西安氏と解消されたが、先生小西安氏との重複名称を回避すべく1953年に両元氏と解消した。またこの間に行政機関の再編が行われて、両年省から安東省両政省を経て、現在の吉林省に編入されている。1983年に、 地球史に昇格した。西勝区、2二県を管轄する。両島省西安市両島省両源市吉林省、両源市吉林省両源市地下資源は主に石炭であり、吉林省の石炭生産基地の一つとなっている。両源市にある混合水泥省のセメント生産量は、東北一で全国で10位以内に入る。ありがとうございます。